まみのマンガランドオンライン Z 始まりました。はい、マンガランド上野店からご覧の皆さん、上野御徒町店からご覧の皆さん、上野駅前店からご覧の皆さん、北千住店からご覧の皆さん、北千住2号店からご覧の皆さん、綾瀬店からご覧の皆さん、亀有店からご覧の皆さん、風町店からご覧の皆さん、錦糸町店からご覧の皆さん、亀戸店からご覧の皆さん、門店中町店からご覧の皆さん、巣鴨店からご覧の皆さん、大塚店からご覧の皆さん、六本木店からご覧の皆さん、五反田店からご覧の皆さん、平和島店からご覧の皆さん、浦安店からご覧の皆さん、行徳店からご覧の皆さん、南行徳店からご覧の皆さん、元八店からご覧の皆さん、松戸店からご覧の皆さん、柏店からご覧の皆さん、イージーカフェ錦糸町店からご覧の皆さん、三宮2号店からご覧の皆さん、高円寺店からご覧の皆さん、せーの、こんばんは。ロングブレス。素晴らしい。本日もメイン MC を務めますまいみんこと綾木まいみです。よろしくお願いします。はい、そして、はい、アシスタントのちいこと北川千春です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、アシスタントスタッフ、務めさせていただきます北条和則です。よろしくお願いします。そして本日のゲストさんです。じゃあまずは美女の方から自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。新義団無名クラシックスから参りました香里かりんです。よろしくお願いします。お願いします。一応のメンバーです。いや可愛い担当忘れてるから今日の。あれちょっと見えない。可愛い。いやいや。あれちょっと見えない。人一倍、人一倍の手紙なかった。はい。あのコナンかぶれですか？違います。別にあのマイクとか。わかった。カルベさんカルベ。いや違う。カルベさんカルベ。誰がカルベさんカルベ？言いづらいし。そっちや。誰がカルベ？誰がフジテレビの犬や。やめとけやめとけ。しかも言えてないし。俺も言えないし。じゃあしょうがないんで自己紹介。はい、しょうがない。どうもシンガーソングライターやってます正弘です。よろしくお願いします。シンガーソングライターやってますって。いいよ言って言って。言いたい。いいよ言って。シンガーソングライターやってます。しかもそんなまったりとした口調で言う。シンガーソングライター言い慣れてないと思って。わかんないよそんなの。ということでね、ちいちゃんの嘘が湧いたところで、じゃあ待って、皆さん。実はですね、うん、今日この青い帽子かぶってる人、はい、どっかで見たことありませんか？ドラえもん？違う、ドラえもんは帽子でもないし、生身の色やからあれ、生身の色やからあれは。多いですけど、うん、ドラえもんではなくて、なくて実は、うん、私前にインターネットのラジオ番組で、まさひろさんの番組に出させてもらいましたよ。そうなんですよ。あれはね、2ヶ月前ぐらいですか、セーブ・ザ・マサヒロという東京ネットラジオの番組に出ていただいて、はい、ゲストで呼んでいただいて、競馬特集ですよね。そうです、競馬特集で呼んでいただいて、その時は立場逆転で、うん、MC で、MC ね、私が競馬私が競馬そのものを、ね、そのものそれはもう競馬の話を、はい、とにかく渡してましたよね。そうですそうです、お気に入りの馬とかの話をほとんどハープスターの話だった。ハープスターの話ですよ。そう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 、でしょうね。そうそうそう、もう大体それですよ。ここお二人はどういうつながりなんですか？ここは、あ、そう、はい、今日はね、どういうつながりかっていうのをまずね、と説明したいと思います。実はですね、うん、私、前舞台鑑識結果出たじゃないですか。出てました。その舞台鑑識結果の時に、はいはい、その舞台の音楽監督をされてた永井さんって方がいまして、永井楓さんって方がいらっしゃいまして、しょうもないの、まず本当にしょうもない、しょうもないやついますね。しょうもないおっさんがで、その方がですね、はい、ね、仲良くて、まあ、仲いい、まあ、若干ですけど、ね、若干仲良くて、まあ、でまあそのゲストに呼んでいただいて、うん、でそこからつながって今回ゲストに来ていただくという、うん、そうですね、長いカエル族のメンバー、うん、あー、そうなんだ。属してんの？いや、属はしてない。一派なの？長いカエルファミリーの、いや、一派ではない。カタクナに、カタクナになる。何なら嫌いなの？あとで永井さん見たときにちょっとざわざわしちゃいました。体に支障が来ちゃう。何だろう、どういう感じなんだろうね。私たちでいう小峰さんみたいな感じ。あ、そうじゃん、そうじゃん、そういう感じかな。じゃあこうなる。じゃあ一応表面上仲良くやってるけど、実はお仕事だけです。ビジネスパートナー。そんなことなの？こんなさ、大好きだよね。誰に聞いてんの。まあ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 、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 まあ
人の話をしましょうということなんですけれども、はい、じゃあ早速ですね、うん、ちょっとどんな方たちなのかっていうのをね、うん、ちょっとどなたですかって聞いてるので、はい、ゲストさん紹介コーナーいきたいと思います。じゃあですね、ゲストさん紹介コーナー行く前にちょっとチャットの皆さんが増えてきたのでご挨拶をしましょう。はい、キャットセブンさんこんばんは。こんばんは。はい、それからひでたけさんこんばんは。こんばんは。はい、それからやんちゃんこんばんは。こんばんは。ユーストリームさんこんばんは。こんばんは。ユーストリーマーさんだね。はい、はい、お笑い芸人かと思ったって言ってますけどね。香りかりのことですね。違うわ。いやー、おめでとう。思ったよりも突っ込みが。びっくりするぐらいの強度の突っ込み来ましたけどね。びっくりしましたもん。一瞬素に戻ってしまいましたから。あーって。あーって。本当の痛いやつ。いい突っ込みでしたね。なんか突っ込み手が突っ張りぐらいの。すごい。グーと変わりない。お二人はもともとお知り合いなんですか？やっぱカエルさんの、はい、やっぱ一族カエルファミリーのカエルトライブじゃないですか、ね、そういうんじゃないんだね、本当に。まあ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 、普段じゃあどんな活動をされてるんですか？普段は、はい、舞台を中心に活動しておりまして、13、はい、そうなんです、はい、アクションとかをやっている劇団に所属しております。アクション、はい、アクションっていうのは盾とかですか？盾とか、それ以外にもよるんですか？無手とか。あですね、そうなんだ。じゃあもう殴ったり蹴ったりは持てるもので、はい、じゃあ後でちょっとね、うん、まあさっき成果が若干出てたから殴ったり蹴ったりの成果が素人じゃないと思いますよね。あの音こっち素人なんでちょっとやめてほしいんですけど、ね、素人さんは素人さんじゃない、そういう意味では素人ではないんですけど、縦は素人っていうだけの話じゃない。素人さん、素人さんみたいになっちゃうから、名前が素人さんみたいな感じになっちゃうから。あ、コナン君は。コナン君でもないし、カルベさんでもない。先に潰しとこうと思って。先に潰しとこうと思って。青い帽子の方は。青い帽子の方はまあ間違ってないんで、お願いしますけど、僕はまあシンガーソングライターで、まあ音楽活動を主にやっておりまして、歌を歌うんですか？歌を歌う人なんですよ。楽器とかもやるんですか？楽器はね、弾けないんですよ。弾けない。楽器の弾けないシンガーソングライターとして。じゃあもう歌ソロで。歌ソロで。どうやって曲書くんですか？曲はもう、それはもう教えられません、本当に。口パクだな。口パクだとしても、自分が作ってたら、シンガーソングライターなのね。iPhone? iPhone って何、iPhone って。Android? Android 違うわ。アプリ違うわ。Android ばかりしたの、今。してないっしょ、どんどん。俺の説明中に、携帯の喧嘩すんのやめてない。全然もうぶった切ってる。まあ、音楽活動やっておりまして。たまに、こう、舞台なんかも、お呼びされて。どうやら、そうなんです。後ろ北側と、そうなんですよ。B の B で、Cとかそうなんですよ、あれなんですよ、 B なんですよ、 B なんですよ。でも私ね、はい、シンガーソングライターさんっていうのをね、はい、Twitter 越しに知ったんです。お話はあんまりね、はい、したそう先週も同じ話した翔太郎さんが、ね、そうですね、いらしてくださって、先週翔太郎さんがゲストです。あー、そうなんですか。はいはいはい。なんかこんなになんだろう元気だと思わなかったみたいなことを言われまして、確かに、ね、地域北側はね、はい、ちょっと人見知り傾向にありまして、はい、なるほど。あと女優モード入るとですね、はい、もうちょっとこうなんでね、いや本当に本当にずっとこうですよ。コーヒー、コーヒーってね、誰かに向かってコーヒーって言って、マネージャー、うん、大女優なんで、大女優、いつも大きい帽子かぶってましたからね、あの小屋で、小屋の中で、麦わら帽が、まあ、普段なんですよ。なるほど、一人だけね、一人掛けチェア持ってきてますよ。大体もうなんか買ってて、コーヒー。コーヒー。コーヒーっつって遠くに向かってました。いろいろ混ざりすぎて、もう何か分かんないみたいな人が。でも大体やる役は幽霊なんですけどね。そうですね。僕たちの時は、そう違いましたけど。僕たちの時は占い師なんで、そうですね。まあそういう系なんですね。なんかどっちかってそういう感じ。そうですね。はい。いやいや、でもね、本当はね、ポップなね、はい、キューティーな子なんですよ。キューティーな子。なるほどね。実は他の人が作曲してるんですか？違います。僕はちゃんと作詞作曲してますよ。ゴースト仲間ですね。ゴースト仲間、そのこと。誰がうまいこと言えるの？何ゴーチやねん。何ゴーチだ、本当に。普段はどんな役をされたりするんですか？普段は、もう本当正統派のヒロインか。おお、ヒロイン。ちょっとなんかヤンキーっぽい感じの。いや、でも、私ちょっと今、はい、さっきのツッコミとか、はい、そのアクションをされるっていうのを聞いて、うん、ちょっと思ったんですけど、はい、忍者やってほしくないですか？え？忍者？にそ忍び、なんか絶対似合いしょ、似合いしょ、どうしたどうしたどうした、急に急に興奮玉いかんだ。ちょっとね、頭だけで暴走してる。武士が一人歩きたんだよね、今ね。屋敷が出てきたんだよね。気持ちが前のめりになったんだよね。すごいドキドキして、なんか出ちゃったんだよね。そうだね、出ちゃったね。似合いそうっていうのが言いたかったね。言いたかったね。
思ってたよ。そうなんですよ。あ、ここでレッドコメットワークさん、こんばんは。こんばんは。コレアさん、こんばんは。ということで、はい、姫役終わったけど忍者役はまだですねって。あ、でも姫もね、いいね。そう、あの、うん、守られてる役が多いです。アクションやるのに本当は強いんでしょ。本当は強いけどっていうあ、なんか後々強くなっていくような。なるほどね。後々強くなっていくような。なんか最初は守られてるんだけど、後々だんだんなんか成長していくみたいな。そのアクションっていうのは結構ロングスパンだ。ガンアクションとかもやったりするんですか。あ、もうあります。実は私たちもガンアクションやってるんですよ。あ、そうなんですか。ちな、今それどころじゃなかった。今どこ痛かったの。足でしょ。ずっと腰痛いから。特に左の腰。完全なるババアです。これがもうババアです。完全なる。いや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 、BBL。 北条さんだって全体痛いでしょ。そうですね。北条さん、北条さんもしかしたら痛風とかそういうのさ、病気的な。まだまだ大丈夫。北条さん、こう見えて若いんですよ。あれ、そうなんですか。いつだと思います。北条さん、完全に僕より年上なんで、もう30、まあ、40、8ぐらいじゃないですか。うちの北側と同い年ですよ、北条は。でもうちの北側の年齢も知らないですよね、きっと。知らないです、僕知らないです、はい、あら、存じない感じだった。もう北条さん、言ってやり。言って平成元年生まれの25です。マジか、年下か。年下、はい、山下清ではなくて、山下清みたいな見た目ですけど。おにぎり好きですけど違う。あ、違います。一緒に最初会った時画伯かと思った。ちなみに青い帽子は何歳なんですか。青い帽子はもうそれで一貫するんですね。青い帽子は今28歳です。え、あれ何今この空気。年齢ってこんな空気になります。28歳って1986年昭和61年生まれ。その早生まれなんで、1月生まれなんで、学年の時には29歳の年。マジか、先輩だったわ。あー、敗戦です。敗戦敗戦ですよ。マジで本当青い帽子とか言ってすいませんでした。後輩に向かってババアって飛んだジジイですよ。大丈夫です、大丈夫です。私も28なんですよ。あ、学年的には1986年の昭和61年、学年的には1個下です。1個下か、はい、そうだそうだ。同い年です。同い年か。なんだ、マブダチだ。早いな、判断基準がもう。だいたいゴーノトラはいい人だから。あ、そうそう、ゴーノトラですよね。ゴーノトラです。あ、じゃあそうです。何、ゴーノトラっていう、うん、あのほら、トラ年なんですけどね、私たち、うん、ただそれにプラス、うん、あの私たちの年はゴーノトラって言って、うん、そのめちゃくちゃ強いトラなんですよ、うん、60年に1回みたいなやつ。そうそう、そういうやつ、そういうやつ。俺はゴーノトラじゃないの。ゴーノトラじゃないですか。1月生まれ。あ、ゴーノトラだ。俺ゴーノトラだ。イエーイ、ゴーノトラ。ゴーノトラの人たちは、うん、あの旦那妻にしてはいけない。え、じゃあみんな結婚できないじゃん。すっげー気が強い、めんどくさいやつら。あ、すごい、今の単語基準が本当に真っ暗になりましたね。人生観、それなりに幸せな結婚したいと思ってます。でも男の人の方は結構いいんですよ、まあ、気が強くて、まあ、ちょっと女の子守ってあげられるみたいな気があるんですけ ど、うん、女どもはですね、あの、まあ、気が強くて、まあ、ちょっと男を尻に敷いちゃうから、男の人からしたら一見惹かれちゃうけど、でもそういう女を妻にした方が案外幸せになれるんだぞ、うん、だぞ。まあ誰調べか分かんないけど、そうでしょ、そうなんでしょうね。そうでしょ、まあ、そうなんでしょうね。そうでしょ、そうでしょ、はい、ということで、はい、ここで綺麗なまゆみん、かわいいちーちゃん、ごっちゃんです。ということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうも、いいですよ、いいですよ、はい、ありがとうございます。いい感じですよ。ちーさん、足しびれてますかって言ってますけど、はい、伸ばせばいい。あ、てか皆さん足伸ばした方がいいですよ。そうですよ。そうですね、あの、ちょっと初めてだったんで、正座して番組に出るっていう、ちょっと斬新には。あのね、実はここ伸ばさないと足超痛くなりますから、ね、そうなの。そうですよね。あの、ね、足元までは全然大丈夫なんでね。伸ばせないの、まだ。あ、まだ伸ばせない。折った状態がここまで行くのが精一杯だったの。はい、ここからこう行く。そう。すごい長さな。先輩にタメ口はダメですよ、って言ってますけどもね。そうですよ。まあ、青い帽子はいいでしょ。青い帽子はいいんですか。あれでしょ、セーブ意識してるんでしょ。違うわ、誰がセーブライオンじゃん。あー、なるほど、色がね、色がね、全然ちゃうよ、もう。本当はどこに行きたいんですか、コナン君と、そう、カルベさんと、セーブとカルベさんと、まあ、そん中だったらセーブに行きたいですよ。中だったらね、中だったらね、一個も選択肢に入ってないですけど、人生の。え、それは、あの、やっぱ伊達眼鏡なんですか。これは完全なら、もう完全なる伊達眼鏡です。それは何のためにつけてるんですか。これはもう、フェイスをごまかすためですよね、これ。ごまかしたい。かけてたらかっこいい。あれ、この人すげえ切り込んでるな。これは俺小学生だったら帰りの会の嫌だったことがあるんですよ。
これは嫌だったことですよ、これ今。ね、私あの突っ込んでいくタイプなんで、もし、はい、あのこれきついなと思ったら、うん、チラッと見ていただければ、ね、全部止めてくれます。よかったよかったよかった。そうですね。ここを止める人なんでね、私ちょっとご機嫌なんで止めるかどうかわかんない。ご機嫌だから止めて止めて、そうじゃないと私止まる。自分で止まる、セルフで止まってくれる。空気読んで止まっちゃうから半泣きになってると思う。半回後で土下座するから。いい人じゃないか。いやいや、うん、でもえこれからやってみたい役とかありますか？これからやってみたい役、はいはい、なんだろうな、うん、ヤンキー。あ、ヤンキー。でもちょっとなんかそういう雰囲気も出てますよね。あの、私木更津なんですよ、うん、出身が、はい、本当ですか？近いんじゃない？もう、ね、近いです、近いです。私も千葉出身なんで。そうなんですか、はい、あら、え、じゃあもうあれですね、バリバリこうですね、こうで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 すね、こうですね、これからこうで、こうですね。全然わかんない。八坂神社ご存知で？あ、知ってます。やつるぎ見ました？あの、私の友達がやつるぎやってて、はい、あ、そうなんですか。やつるぎってたんですか？やってるものなの、やつるぎ。みこみたいなもん。なになに、みこさんみたいなもん。神社っていうのが、あの、うん、木更津キャッツアイご存知ですか？あ、はいはいはい、あの木更津キャッツアイで、あの、はい、ちょっと、まあ、メインになった物産のバーバー店の、はい、まあ、近くに八坂神社って、あ、八坂神社ってのがあるんですけど、あ、まあ、そこの神社を、まあ、もうモチーフにした戦隊ものが千葉テレビでやってたんですよ。へ、で八坂戦隊ね、八坂レンジャーみたいなやつですね、はい、そうです。雑ですね。同じこと2回言ってるだけですからね、それ。そんなような感じのやつを、ざっくりしたやつをね、あの、映画にもなったんですよ。そうそうそう、意外に人気があったんですよ、八坂。やつるぎ戦隊。そうなんですよ、ね、ウィーウィーウィーみたいなやつですよね。え、敵じゃないですか、完全に。それやつるぎじゃないじゃないですか、それ。敵で出たかった。敵で出たかった。逆ね、逆ね、出たかったタイプなんですけどね。どね、ヤンキーさんいいですよ、肩空いててねって言ってますけども。あ、ヤンキーさん、演出ですね。でもセクシーですね。だって地位が来たら破られたみたいな。そうです、地位が来たらね、ちょっと犯された人みたいな。そうそうそう。おばあちゃん心配しちゃう。そう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 。なりますから、ね、大丈夫、これ正解なのって言われて。正解なのって言うんですね。実はですからね。実はです。実はです。正解なの。おばあちゃん常に答えを見つけ出そうとしてるスタンスなんで。なんかね、これは正解なの、服の着方って。一緒の買い物に行ってね。なるほどね。教えてもらって言われたって。店員さんハマりです。ハマり。え、でも役者さんもされるんですよね。そうですね、年一ぐらいで。一緒に出た時は何の話、あの、役やられたんですか？何でしたっけ、僕は村人ですよ。村人、まあ、ほぼ村人しか出てこない話の中の村人。そうそう、村人と役所の人の話ですよね。そうですね、でもその中でもね、ほら、村長が、なんか、よく食べる子でしたっけ。よく食べる子、あ、イメージ通りですね。よく食べる子です。お米すごい大好きな。あ、じゃあ、北条さんと一緒ですね。そうですね、だから、主にキャラかぶりですよ、だから。なんか、スローでね、あの、幕の中からスローが。それはね、その話はもうしなくていいんじゃない。それはね、いいんじゃないかな、その話は。出ていくところがね、放送コードのない番組で NG でしたけど。いや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 、え、でも実際のところちょっとその役やってみてどうでしたか？はいはい、どうでしょう、なんか割と台本が、うん、まあ、当て書きみたいな、その人の中にあるこう面接して、その人のあるキャラを割と広げたんですよ。そう、ちいちゃんは割とこう、ピンチヒッターみたいな感じで出てくれたんで、最初から出てきた大丈夫なんでね、大丈夫、まあ、もうてコーヒー、コーヒーコーヒーなんでね、当て書きみたいな感じは初めてだったんで、はい、ちょっとすごい貴重な経験でしたね。それやっぱやりやすかったですか？いや、なんか、うん、わかんないです、やり、まあ、やりやすかったです、やりやすかったかもしれないです。なるほど、なるほど。え、あの、シンガーソングライターの時は、はいはい、どういう感じでこう曲を、どういうかね、曲を、え、どういう感じなんですか？いろんな種類の曲があるじゃないですか。まあまあ、ロック、ロック、それからメタル、メタル、ロックじゃメタル。全部こっち寄りなんだよ、ロック寄りなんだよ、メタル。そうですね、私は X とかセックスマシンガンとか好きなんで。でもさ、この感じだったらさ、はい、ポップかテクノじゃない？ポップかテクノなんだよ、テクノ要素も入ってるんだよ、俺の中に。え、この辺、この辺、あ、この
辺がね、テクノ要素入ってるんですよ。まあ、あれですよ、あのなんサンボマスターさんみたいなね。サンボマロックどうしてもロックに寄りたがる、例えがロック寄りの例えだよね。でもそれはわかる。でもどっちかで言ったら見た目の問題よ、まあ、あの、うん、グレーかミスチルかって言ったらグレーか、そのまま、この音楽業界でその2つに二分されてたもっとなんかあったんだと思うけど、これ結構いけますよね。そうですね、まあ、うん、一周回ってミスチルみたいとかありますよね。そうね誰が、うん、誰が一周回ってミスチル、モテる男は一周回ってミスチルみたいなとか、懐かしいね、そうだね、一周回ってミスチル、なるほどね。好きな曲何って言われたら一周回ってミスチルかなって答える。曲ではないですよ、アーティストですよ。殴りたいですけど、実はその人一瞬回ってどこくぐってきちゃうやつなんだろう。どうですか。そうじゃ、はい、どうですか、まあ、グレーとミスチルで言ったらミスチルよりですね。ミスチルかサンボマスターで言ったら、ミスチルかサンボマスターで言ったら、見た目はサンボマスター、うん、音楽はミスチルです。ミスチルか小田和正で言ったら、ミスチルか小田和正で言ったら、はい、まあ小田和正になっちゃうかな。あ、そうなんですね。もう人数的にね、もう高い声で歌うみたいな。まあ高い声で割と歌ったりしてますね。なるほど、なるほど。ラブソングですか。ラブソングも歌いますし。ラブソングも歌うんですか。それラブソング作詞するんですか。ラブソング作詞するんですよ、本当に。じゃあその愛のフレーズ一つ。いや本当に、え、これは何これ、いじめかこれは。違いますよ、宣伝です。宣伝宣伝宣伝。じゃあ一番自分がこれだって思ってる曲のタイトルをちょっと。これだと思ってる曲のタイトル、おすすめの曲あるでしょ、ね、おすすめの曲、まあ、でも皆さんからね、人気の曲は割とこうリンクソングという曲が、リンクソング、リンクってこうリンクするあのね、ソングっていう曲は割とこう人気で、ちょっと歌詞を読んでもらって、歌詞を読んでもらう、読んでもらう、歌ってもらってもいいですよ、歌ってもらいましょうか、歌うっていう意味で読むかもしれない、サビをね、サビどうします、 A メロにします、 A メロ一番伝わらない地味なところ、結末見ないで終わるみたいな感じなんですよ。ほんと導入部分。でもさ、本とかもさ、最初読むとさ、冒頭読むとさ、先中見たくないじゃん。わかるわかる。え、なんだか結末忘れたりするし。もうそうそうそう。だから、でもなんかまあ初めてなんで、初体験なんで、うん、まあ主戦を、バージンなんで、ほんとに主戦。はい、歌ってもらいましょうかね。はい、じゃあ、歌うんですか、はい、童貞主戦率お願いします。童貞主戦率。今日攻めるね。どう止めていいかわかんない。童貞やろうが。え、マジですか、ちょっとかかるの、これもうあの、いけますか、全然、3、2、1、はいぐらいの感じ。え、それでも手拍子とかした方がいい。いやいや、もうしない、いや、曲知らへん、早いな、早いな、ラッパーぐらいしか合わせるけど、早いな、これ早いですよ。いや今日ね、何でも受け止めてもらえるから、そうね、私もボケ始めたもんね。ついつい楽しくなる。何でも打ち返してこうっていうスタンスで頑張っていきたい。隣には美しい人がいて、ね、全部拾ってくれる人がいて、北条がおとなしい。おとなしい。ずいぶんとおとなしいですよ、ね。もうあのでもうちのマスコットですからね。そうですね。まあ、いるだけでね。そうですね。はい、癒されますよね。ミキャンか北条かみたいなね。何ちゅう顔するのこの子は。この子は何ちゅう顔するの。ね。そうそうそう。こんな顔するんですね。北千住の北条ね、愛媛のミキャンですもんね。はい、ほんとこれどういうことか、あの、みきゃんって知ってます、みきゃん、あの、みかんの猫のキャラクターで、愛媛を、あのね、あのね、この子がみきゃんって言うんですけど、あ、いろいろバレる、いろいろバレる、そのカードだけ出してください、出ないの、これ見せようとしたんだ、みきゃんを伝えたい、みきゃんを伝えたい、犬とみかんみたいな感じですよね、そう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 を足したやつをね、まあすごい、あの彼女が愛媛出身なんですけど、あ、なるほど、すごい好きなんですよ、でもちょっと似てますね、似てますよね、うん、あ、みきゃんごめんなさい、ダロンにされてましたね、ごめんなさい、無言の顔見たそうですね、ご出身は、ご出身は、一応ずっと住んでるのは東京です、あ、シティーボーイなんですね、シティーボーイ、もうシティーボーイだ、生まれながらのシティーボーイですから、僕はシティーボーイだってよ、23区ですか、いや、23区外、郊外郊外って言われるとね、いやいや、もう住みたい街、かつてナンバーワンに選ばれた北区、違う、惜しい、惜しい、惜しい、宇宙市にね、宇宙市に住んでる、うわ、超エリートだ、いや、あなた競馬特集の話でその話しましたよ、俺競馬の街から来ましたって言いましたよ、競馬の街に住んでるんで、間違いないんですから、それ間違いないんで、競馬の街から来ました、この前愛媛からみきゃんが届いたんよね、そう、みきゃんが出たー、出たっつ、結構時間かかったのみきゃん、
はい、こちらがね、噂のミキアンですね、はい、どっかで見たことあるでしょ。今ね、ゆるキャラグランプリが3位なんです。で、決選投票がね、あるらしいんでね、うん、あれ終わったのかな、まだ終わってないのかな、わかんないけど、投票してあげてください、はい、ね、なんかね、まあ、あとは北条にもね、投票してあげてください。そうですね、まあそこは好きにしてください。エントリーされてるんですよ、されてるって、以上、キスが冷たい女優ちいさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この間のちょっと大女優初の、ね、キスシーンも、はい、初キスシーンもね、おやおや、初めてのヒロインもね、が続くようなチューをね、はい、それでなんかね、冷たさとか伝わっちゃったんですよね。一応愛情を持ってね、あのその瞬間は ね、そうね、気がらわしいと思いながらね、チューを思ってないです。いやいやですよ、やめてやめて、ほんとやめて。嫌いですよ、相手役のことは嫌いですよ、確かに。嫌いじゃないです。嫌いでしょ、ほんとに。ヘドが出ますよ。出ません。あの素敵な殿方でしたよ、うんうんうん、はい、そこそこの殿方でしたよ。やめろー。ほんとに問題が出る。そこそこっていうのが一番失礼よ。一番リアルな表現。そこそこかーってなってる。素敵な殿方でしたよ、はい、なんか優しい、いい方でした、ね、イケメンさんで、はい、背も高くて、襟も真っ赤。なんで背高いだけ合っちゃったんだろう。女のタイミングで言っちゃったと思って、で、なんかね、あれ、なんだっけ、何の話だっけ、青い帽子の話でしたよね。青い帽子の話でしたよ、ね、なんか青いベンチみたいな言い方。そろそろね、サスケさん、サスケさん、サスケさんではない、サスケさんではないですけど、この声が届くやつですよね。歌ってもらうやつだった。そうだそうだそうだ、サスケ、はい、このままなくな、このコーナーなくなったと思った。雑な、こんな雑な振りありますかね。はいはいはい、その曲はどこに行けば聴けるのですか。その曲はどこに行けば聴けますかね。ライブくらいは聴けますよ。ライブは次いつあるんですか。ライブは次ね、次府中のどこでやるの。府中のどこでやるの。なんで限定なの。府中ではほぼライブしないです。どこが多いんですか。六本木。六本木、モーフ東京っていう箱がありまして、ユロッポンのモーフ東京っていう箱でよくこうバックバンド引き連れてライブを。いいなー。あのセッツマシンガンズさんとかとも一緒にちょっとやらして、マジっすか。セックスマシンガンズのアンちゃんさん、はいはいはい、あの今サッカーの J リーグの東京ヴェルディのバンドのギター弾いてらっしゃって、はい、でそれで一緒に共演させていただいて、すごいアンちゃんものすごいいい人で、もうあんちゃんめっちゃいい人ですよ。もうね、セックスマシンガンズ一緒に出たのは大体すごい人ですよ。みかんの歌歌ってほしい。ね、みかん、みかん、みかん言ってほしい。ね、さん、はい、はい。俺が歌おう。あんちゃんに言って、あんちゃん、あんちゃんに言ったらもしかしたらやってくれる。あんちゃんは本当に。いやいやね、これでね、あんちゃんと繋がりましたけれども、ね。やったー。これ紹介しなきゃいけないんだ。嫌ですね、もうこの、この感じ嫌ですね。どの面下げて紹介するか。あの、あやきさんですみたいな。おおってなるわ、あんちゃん、おおってなるわ、それはもう、まあ、そしたらね、いろんなね、歌をね、歌いながらね、私行きますよ、うん、そしたら、ね、選択してねとか言いながら行きますよ。そうですね、よう知ってんなってなりますよ。完全にファンじゃないですか。楽屋入っちゃダメなやつですよ。完全にファンのやつですよ、ダメなやつですよ。いや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 、私は県民性を押し出していく。愛媛のね、とこだけ。ありがとうございますって言いながら行きます。はぁってなんか、あんちゃん、はぁ何があってなると思うんですよ。そうなんですね。そうなんですね、はい、そうなんですよ。あの舞台とかをされてるってことなんですけど、はい、次の舞台とかも決まってらっしゃったりするんですか。次12月に、お12月、はい、のクラシックスの公演があります。どこですか。中目黒の金ケロシアター、はい、おー、おー、聞いたことあります、はい、どんな役をとかまだ情報は。役、もう舞台、うちの舞台自体がもう中二病みたいな。中二病、はい、うちの舞台自体が中二病。ちょっと気になるワードがいっぱい出てる、ね、アニメとか、はいはいはい、あの漫画みたいな、あのジャンプ、ファンタジー、ジャンプ、あ、そうですね、ジャンプみたいな、ジャンプみたいな、ジャンプみたいな、夢と希望、素晴らしい作品ですね。もうなんか結構でもジャンプも幅広いですけどね。あと大丈夫ですか。もうワンピースなり、あ、ワンピースなり、そんな感じのコメディー寄りですか。コメディーもありつつ、はい、真面目もありつつ、おー、どんどんなんか王様ロバーとかありますよね。王様、あ、ごめん、続けてください。俺のジャンプ話いいです。続けて、続けてください。なんかそういうのもやってるんですけど、ラッキーマンとかも同じやつ、はい、もうそう、はい、なるほど。もう美女にシーとか言ってもらえる。そのために喋ったみたいなのがありますよね。欲しがりだな、もう欲しがりだな。まあ、で今回あの、力、超能力を使うっていう、うん、あの舞台なんですけど、超能力を使う舞台、はい、いいね、すごいですね。浮いたりするのかな。浮
浮かないかな、どっちだろうな、どっちだろうな。え、それはあの公開はいつからなんでしょうか。公開は、あ、本番ですよね。はいはい、本番が、12月の18から22です。お、じゃあもうあれですか、もうすぐ稽古。はい、来月の頭から稽古が始まります。でも楽しみですね。一応もうチケットの先行が、はい、もう始まっております。あの、どこでゲットできるんですかね、そのチケットは。あ、今カンフェティっていう、はいはいはい、ありますね。で、うん、多分新木田無名クラシックスで検索していただけるとあるんじゃないかなと。なるほどなるほど、じゃあそちらの方で予約していただけたらな、はい、ということなんですけれども、はい、クラシックス次回公演ということでね、打ち込んでくれてますね、ありがとうございます。はい、シティボーイズは大竹誠さんですね。百戦錬磨のちいさんやもんねって言ってますけどもね、ちいちやっと足伸ばし始めましたからね。はい、だいぶリラックスモードに入ってきたんでしょうね。時が来ました。時が来ましたね。その時がやってきました、はい、ということなんですけどもね、はい、いや、じゃあちょっとね、まあ、場がね和んできたところで、はい、まあ、お二人がね、まあ、どんな活動してるかっていうのは少し分かってきたんですけども、はいはいはい、どんな人かっていうのがね、まだちょっと分からないと思うので、ちょっといろいろね、質問していきたいと思います。質問コーナー、よいしょ。ではですね、まず、まあ、お名前の方をね、さっき言っていただいたんですけど、普段どんな名前で呼ばれてるかっていうのをね、ちょっと一人ずつ言っていただきましょうか。はい、じゃあ、あだ名とかありますか。あだ名、かおりんか、はい、私かおりかりんという名前なので、はいはいはい、あのかりん様、あ、かりん様、かりん様ってあのドラゴンボールのかりん様ですか、っていう風に呼んでくださる方も素晴らしいですね。じゃあ今日からかりん様って、どのキャラ、あの猫ちゃんの可愛い猫ちゃん、神様、神様、え、あの青い猫、こんな色の白い猫、白い猫あの猫型ロボットの話ではないですよ。未来の世界のね、こんな色の猫みたいなのいるよね。え、あ、いる、はい、いますよね。あ、違う、それはあのヤムちゃんの上にくっついてるやつでしょ。あの、そんな感じ、そんな感じ。それじゃなくて、プーアル、プーアルね、プーアルね、普通に白くて、あの茶色い杖持ってて、猫、先祖くれる人、先祖くれる人、先祖くれる、カリン島でしたっけ。そうそうそう、あの上登ってくと、あー、登ってる、登ってるけど、さっきはちょっと覚えてない。顔パイパイの話ぐらい出てくる。はい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 、亀仙人のユパと一緒に出てくる、ね、そうですね、ちょ詳しい世代ですからね。顔パイパイぐらい出てきますから、ドラゴンボール世代なんでね。はいはい、で、ドラゴンボールで言うと、ドラゴンボールで言うと、そうですね、まあ、魔人ブーによく似てると思われるんですけど、あー、似てますね、はい、あのあれですよね、うん、まだシューってならない方のね、そう、シューってならない方の、いい方のブー、可愛いやつですね、可愛いやつですね、あのブーのね、ミスターサタンと、ブーにそんな思い出あるの。急にブー大好きで、ブーのミスターサタンと一緒に住むあのシーン覚えてますか。あー、もう結構いい感じ、ワンちゃんをね、買って、なんですか、それ部屋をね、はい、ミスターサタンとワンちゃんと一緒に住むために、うん、ブーが部屋を作るのよ。え、かわいい。それをなんか粘土みたいな、まあ、それで人間をで作るんだけど、うん、人間で、うん、そうね、粘土みたいにして、殺した人間なんだけど、ね、殺した人間で家を作って、うん、でそこでね、トイレとかお風呂とか、うん、なんかそのなんか調理場とか全部作って、うん、でなんかミスターサタンがご飯とか作ってあげて、うん、でなんかブーと一緒に生活をするっていう、うん、すごいなんかちょっとアットホームなね、うん、いい話があるんですよ。そのね、あの回がすっごい好きで、だからちょっと魔人ブーいいですね。魔人ブーいいですね。っていうのも、まあ最終的にじゃあ僕の呼び方魔人ブーみたいな感じになっちゃうんですけど、ね、大丈夫ですか。ブーとね、宇宙のブーです、ね、宇宙のブーだね。ちょっと地域にいるのかわからないですけど、そのブーが、あの北千住のブーが後ろにいます。北千住のブーがただのダメな人みたいなんだけど、プータローみたいになってます、うん、地域を代表する自宅警備みたいな、サンダルニートみたいな、ニート代表みたいになってます。何の話ですか。ブーの名前の話です。あだ名はそうですね、まさひろなんで、はい、まあ、普通にマー君とか呼ばれたり、あと MD って呼ばれている、 MD? 綺麗な、身軽なデブの略ですね。 MD とか呼ばれてました、ね、身軽なデブっていうのは、身軽っていうのはどういうことですか。そう、身軽なんですよ、僕ってことですか。踊れるし、あと運動神経がまあいい。そう、なんか動けた気がする。そうなんですか。らしいです。舞台の時踊ってもらうことを。嘘でしょ。嘘でしょ。この空間でっていう踊り、まあ、ダンスはしないです。ダンスはしない。機敏な動きやね。だ、側転とか得意なんです。すごい痛いですね。側転とかロンダートしょっちゅうやってます。ちょっと側転だけはやめてもらって。あ、側転ダメですか。多分外の部屋で行っちゃうんだよ、多分ね、このまま行くと。北千住の
のミスターブーって言ってますけどもね、よかったミスターブー、ミスターブー、いろいろ混ざった気がする。高木ブーさんみたいでいいですねって言ってくれてます。高木ブーさんみたいですね。はいね、懐かしいな、魔人ブーって言ってくれてますけどもね。そうですね、魔人ブー懐かしいし、ね、あの府中のブーとも仲良くなれたところでね。どうしよう、じゃあちょっとあの軽いね、まあ軽い質問からどんどん行きますよ。どんどんパッパッパッと答えてください。まず好きな食べ物は何ですか？お寿司です。お焼肉です。おお、お寿司焼肉いいですね。じゃあ好きな色は何色ですか？はい、あ白。はい、赤。はい、赤。赤いや赤赤ピンクピンクピンクでピンクでも赤です。ピンクでも赤です。まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう。おかしなこと言ってるこれ。趣味は何ですか？はい、体を動かすこと。おお、体を動かすこといいですね。はい、自転車でどこまでも行くこと。どこまでもね、行っていただきましょう。大丈夫ですどこまでも行くことです。じゃあ、嫌いな人は誰ですか？ああ、間違えた間違えたちょっとね、いきなり飛ばしてみましたね。嫌いな人か。じゃあ、好きなタイプ、好きな異性のタイプを教えてください。猫みたいな人。おお。話のフィーリングが合う人。じゃあここから辺ね、少しちょっと掘り下げていきましょうか。猫みたいな人は、はい、どういう人ですか？具体的には泣く人ですか？にゃーみたいな。なんか相当痛いやつだよね。そうですね、これ食べたい、にゃーみたいな。ちょっとぶん殴りたくなりますけど。長靴を履いた猫かなんかですよね。なんかツンデレみたいな。ツンデレ、はい、ツンデレ。なるほど、気が向いた時に猫系男子だ。そう、今流行りの猫系男子。今流行ってる、流行ってますよ、私の中で。あなたの中で。なるほどね、猫系男子いいですよね。じゃあどういうこうツンデレがいいですか？そうですね、どういった、あのなんかみんなの前では、あのそっけないんですけど、二人になるとふいふいっつって、あーかまってくる感じだ。あー、それいいですね。あれだ、みんなの前では壁ドンとかしてるけど、二人きりになったら動くしてくれるみたい。でもみんなの前で壁ドンはするんだよ。私も思ったんですよ。結構来てますよ、それ。私もちょっとごめんなさい。それ見たらひょっとしますよ、俺。第三者見たら。うわってなりますよ。帰ってやれよって。帰ってやれよ。家でやれ、壁ドン。でもどうなんですか、猫系男子と、あと犬系男子っていうのがいて、犬系男子はどっちかで言ったらキャンキャンと甘えてくる系。で、猫系男子はまあ一見クールなんですけど、お二人きりの時に甘えてくるみたいなダンスなんですけど、どっちがいいですか？私は二人きりの時も甘えてほしくはないです。ずっとステイのままステイの状態っていうことですよね。年金男子なんか、もう そんな構わなくていい。黒ひょう男子、あのもう黒ひょう、ずっとなんかこういう感じ、ずっとメンチ切ってる。メンチは切らないでほしい。メンチは切らないでほしい。メンチは切らないでほしいんですけど、二人きりの時もツンってしててほしい。ツンってしてて、ずっと料理作ってんの。いちいちするの。それはもういちいちするのはもうちょっとでいい。10のうち1ぐらいでいいんです。でもその1はイチャイチャするってことは、向こうもちょっと甘えてきたりするってことでしょ、はい、甘え大派なんかね、甘えられると冷めます。あじゃあ、ね、弱みは見せちゃいけない。いや、たまに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 。何何、その、ね、一瞬なんかあれだ、くしゃみとかしてもいいけどみたいな、弱みそれそんな弱ってる、さあ弱ってるだけ。それ禁止されたらもうそうね、きついねってなるから、1日の10のうちの1ぐらいイチャイチャして、5回あったら1回ぐらい、あの甘えられるぐらいでいい。でも猫系男子も結構そういう感じですよね。そうです、普段はクールでいてほしくて、たまに甘えてくるのがいいから、自分タイミングで、そうそうそう、だから私より割合が多いのかなと思って甘える。なるほどね、なるほどね、はい、どうせ割合が多いんでしょと、はい、私はもっとクールな部分が多い方がいいよ、はい、ということで、はいはい、そうです、ね、そうです、そういう意味では、さっきなんて言ってましたっけ。僕はだから話本当今繋がった中で、あの全然本当つまんないこと言うんですけど、話のフィーリングが合う人っていう、つまんないことをちょっと言ってしまったんですけど、フィーリングが合うってことはどういう人がフィーリングが合うかってところをちょっと掘り下げていきたいんですけど。そうですね、例えば、はいはいはい、ドラゴンボールの話ができる人とか、そういうことですか。そうですね、こうだから割と僕はあの突っ込みたいで、軽くちょっとだから天然入ってるぐらいの方が、じゃあボケ続けてくれる人がいい。ボケ続けてくれる、まあ、ボケ続けられてもこっちがちょっと仕事モードになってしまうのでちょっとこの人とはちょっとみたいになってしまうんですけども。なるほどなるほどね、なんかね、はいはいはい、そうそうそう、そういうちょっとだから、ね、あの甘えん坊でちょっと天然です。じゃあ年上か年下かで言ったら
どっちかというと年下タイプだ。年下でも年上でその性格ならそれはそれでちょっと燃える。あ、そうかそうかそうか。年上だけど天然さんもまあ外では割としっかりしてて、はいはいはい、内側ではみたいな。あ、でもそしたら猫系女子じゃないですか。あ、猫系女子だ。あ、猫系。で外ではちょっとバリバリ仕事とかやっちゃって、で家帰った時だけ あの二人の時だけ甘えてくるってやつ。甘えてくるっていう、そうですね。ねえねえみたいな、ね。でも外の時でも会話はめっちゃするみたいな。ああ、会話、あ、なるほどね。もう二人で漫才してるぐらいのテンポで喋りたい。はいはいはい、はい、家でも外でも、はい、常にコントだ。常にコントだ本当に僕ずっと喋ってるんで僕も。ああ、なるほどね。じゃあやっぱテンションは高い人がいい。テンション高い人がか、あの、ボソッと面白いことを言う。低くてもいいでボソッと面白いことを言って、ね、じゃあやっぱお笑いレベルは重要なわけですね。お笑いレベル重要ですね。でも確かにフィーリングが合うっていう意味では、こっちがですよ、そのボケとかをねした時に拾ってくんなかったりスルーされると、こいつはほんとクソ面白くねえなって思っちゃう。クソみたいなやつだなって思いますよ。そう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 、そこは重要かもしれないですね。確かに、うん、じゃあですね、はい、次の質問いきます。はいはいはい、初恋の人の名前を教えてください。これうちの番組に出た人には全員聞いてる。あれこれ誰だっけな、俺下の名前。そうですね、下の名前で大丈夫です。あれ全然覚えてないな。たまにフルネームで教えてくださる方がいるんですけど、ちょっと問題がね、あると思うんで、ね、年がね、あの若い子の場合はね、ちょっと問題が起きるんですけど、ね、今日は大丈夫でしょ。まあ今日はね、大体私と近いですからね、うん、おじさん出てますからね。まだ私たちも変わらないのね。1個しか変わらない1個しか変わらない。誰くんでしょうか。ね、確か、うん、ともやくん。ともやくん、それはあの幼稚園とか小学校の。いや、中学の。お、中学校。結構遅い。恋を知らずに育った女じゃないですか。意外に大きいな。生々しいやつだぞこれ。どうですかどうですか、その彼はサッカー部ですか。何部ですか。何部ですか。吹奏楽部の先輩。吹奏楽部の先輩。なんかどうでもいいのダメ簡単部みたいな感じ。楽器しかあって、楽器ものっていうとこしかあって。先輩みたいな感じ。いやもう全然話もできない。話かけても全部チューバとかで返される。あ、チューバじゃないけど、あのトランペットだ。トランペットで返されるみたいな感じ。プープープーみたいな。実はね、ここでね、好きですとか言って聞き取れなかっただけ。すれ違いだね。そういう感じか。そうか、なるほどね。あ、確かに女子にはギャグ性求めるなって言ってますけどね。そうね、ほらね。それはさ、でもさ、求めるってことはよ、自分たちもそれなりに高いってことでいいの。そうよ。やんちゃんとかはさ、そうよ、これ面白いよ。すごい問い詰められてる。めっちゃ怖いやん、これ。結構グイグイ行きたいね。ポロって言っただけなの。ポロって言ったのガイ行きますからね。すごいな。初心者はびっくりすると思いますけどね。見逃しません。人には優しいですからね。はい、FZ さんこんばんは。こんばんは。いやいや、なるほどね。誰々ちゃんですか、ね、誰々組んでもいいですけど。いやいや、ちゃう。あ、そちらも一応、いやいや、全然女の子。女の子が好き。女の子は好き。だけども、だけども、いやいや、違う違う。もう本当に通常の男性の5倍ぐらい女の子好きなので、僕じゃあ大丈夫ですね。はい、もう、なんか、まなみちゃんとかだったけど。まなみちゃん、幼稚園。まなみちゃんはどんな子でした。幼稚園の頃の同じクラスの女の子です。桃組の子ですね。あー、きっと可愛いんでしょうね。可愛かったですね、桃組の子。そうですか、スカートめくりは。スカートめくりはほぼしないです。もうほぼ全然話しかけないです。もうずっと壁のこんな感じです。あ、壁こそですね。壁こそ。壁ドンはできないので。壁ドンはできないので。なるほどね。ちなみにお二人は例えばじゃあ、はい、いいなって人がいたとするじゃないですか、はい、そしたら自分から行くタイプですか、それとも相手から来るのを待っちゃうタイプですか。私行くタイプです。お、行くタイプ、タイプかっこいい。さすが田中さん。いいなですね。いいですね。好きな人の視界に入るように、はいはい、ずっと近くにいます。あー、いいですね。ずっと見切れてるの。どうでもカメラマンさんとかに恋したらずっと見切れてる。ちょっと君みたいな。あ、でもそれ話すきっかけになっていいよね。確かに。もうマジか。作戦その1ですね。どうですか。僕はもう全然もう壁こそ、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 もうこれ。え、壁こそ貫いてるわけ、ね、壁こそ貫きますね。え、過去に彼女がいたことありますか。あれ、俺童貞だったっけな。あ、一応一応いました、一応一応いました。その方の時は自分から言ったんですか、それとも相手から。相手からな気がしますね。あ、そうなんですね。その時とかは、まあ、例えば、ね、うんうん、大学時代とかだったらこう、うん、帰り道が一緒だって、二人で帰っててみたいな。少しずつ距離が近づいて、みたいな感じ。壁こそから壁ドンに、壁ドンに、ね、だいぶ省略しますね。ドンどころじゃないですからね。どんどころじゃないですよね。もうね、ああいう感じでございますよ。ベッドドンですよ、もうベッドドンで最終的に。もうあとはね、ベッ
ベッドガバですよ。ベッドガバですよ。あー、私の出番か、止めなきゃ チラッと見たけどね。止めるのかなって思いましたけどね。はい、止まってくれる気あるのかなってドキドキしながら。じゃあ、そろそろですね、はい、どんどん質問がね、濃くなってきたのでね、はい、このボックスが、ね、行きましょうかね。このボックスはね、あのすっごいね、柔らかい質問からね、マジかこれ引いちゃうんだみたいな質問までね、はい、結構入ってます。引くか引かないかは自分次第でございます。なるほど。はい、ということで、じゃあ、あの、お願いします。はい、はい、じゃあこれ、じゃあまず、その台でね、2人行きましょうかね。せーの、じゃん。はい、異性の好きな服装について教えてくださいということで、まあまあまあって感じのね、質問でございますけども、はい、どうですか。そうですね、私、なんかもうシンプルなのが好きです。おー、 T シャツにジーパンみたいな。あ、もう全然いいですね、わかります。やっぱね、シンプルが似合う男はね、かっこいいですね。素材がね、素材がね、素材もいいっていうのもあるかもしれないですけどもね。いやでもやっぱシンプルイズベストなんじゃないかなと。そうですね、カミカミでしたけどね。まあカミカミでしたけどね。なんでこんなに噛んだのかなって思います。動揺してるのかな。なんだろうな、シンプルが言えなかった。はい、あの逆に、あの僕は異性のこういう服装が好きとか全くないんですよ。じゃあゴスロリでもいいんですか。ゴス、まあ、ゴスロリ行き過ぎてなければえ、ギャルでもだから似合ってればいいよっていう。だから本当に相手にいつもつまんないやつって思われるんです。え、もう何でもいいんですか。何でもいいです。あの、似合ってれば。じゃあ相手がめっちゃなんかダサい服装とかでもいいんですか。例えば六本木で一緒にご飯を食べるのに T シャツにジーパンとかで、あのキティちゃんのサンダルとかで来られてそれはでもまあ、でも俺多分注意しないかもしれないですね。俺多分本当ないんですよ。だからいや、いいですね、それ。逆にいいです、好感度高いです。何も言えないんですよ、だから。なんかだってそれってその子自体が好きってことですもんね。あ、まあそうですね、そうですね。その子が何を着ててもいいってことですか。 その子似合ってればいいよみたいな感じ。それはちょっと女子としては嬉しいですね。おお、思わぬところで好感度上がりました、ね。これ北条さんどうですか、好きな服装。どうせ可愛い服が好きなんだろ決めつけがすごい。そういうのね。北条さんもいじめ、可愛い服が好きなんでしょ、ね、いやでもゆるふわっていうのが好きなんでしょ。ゆるふわでもいやでも、まあミニスカよりノースカの方が好きです。あ、そうなんだ。あ、今ニナ思い浮かべたでしょ。似合っていいですか。似合っていればいいは分かるなって言ってますよ。服装も髪型も。髪型とかどうですか。短い方がいいです。あ、短髪好きですか。なるほど。スポーツマンとかの短髪好き。北条さんも短髪なんですけど、あそこはちょっと切りすぎですかね。あ、でもいいです。あ、いい、触りたいですよね。シャワシャワしたい。え、あの、じゃあどうですか、ブーは。ブーはもう、しかも振った上に目を見ない。目を見ない。どうですか、ブーは。ブーヘアはどうですか。ブーヘアは。ちょっと長い。ブーヘア君まだ長いですか。ちょっとなんかあのモシャってしてるのが嫌ですね。嫌だ。それなんですね、天然パーマ。え、ちょっと逆にどうですか、髪型は。僕はバリバリショートカット派なんですよ。ちゃんとショートカット。あ、もうこれは断然私が有利ですね。そうですね。誰の戦いか分かんないですけど、誰との戦いか分かんないですけど有利ですよ。まあそれは有利ですね。なるほどなるほど。有利ですよ。じゃあですね、次の質問いきましょうかね。はい、お願いします。じゃあ今度引いていただいて。大丈夫かな。はい。ね、きっといいのを引いてくれるんですよね。これでいいの、面白いのを引いてくれるんですよね。はい、こんなに微妙な質問あります。今日は何を着てましたか。はい、いや、持ってますね。こんなにも何もない。ちゃんとお家に持ってきました。そうね、そうね。今日何されてましたか。今日は、知り合いの家に昨日からずっと泊まってたんですけど、本当に知り合いですか、それ本当に。まあね、どうやるね、これがこれでこれじゃないの。はい、知らないから。はい、泊まってて、あの髪の毛染めて、で、自分で、はい、自分で。おー、すごい。染めて、で、あの暁のような読んでました。暁のようなっていう漫画があるんですけど、はい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 。で、あのその人、書いてる人が、あのその友達の知り合いで。あ、なるほど、すごいですね。読んでました。え、それどんなお話なんですか、暁のようなは。あのなんか一人の姫が誕生日に、あのお父さんを殺されちゃうんですけど、でその殺した相手がそのずっと好きだった人なんです。うわー、複雑な感じや。でそっからどうなっていくかみたいな話なんですね。いやー、ちょっとね、これ漫画の番組なんでね。そうですよね。さすがでございますよね。今日何してたって聞いただけなのに。そうですね、そういう話をしてくださる。漫画ね、漫画、漫画、漫画ね。いやいや、さすが。漫画ね。北条さん今日何してましたか。今日はですね、
あのなんかあれでしょうね、きっとこの番組始まる前までにいつもと同じようにね、うん、本をね、いろいろ探していたと思うんですけども、うん、今日何してたんですか？それより前の話ですか、うんうん、まあ、本紹介いかないのかい今の流れ、本紹介いかないのかい行っちゃおうよ何の本ですか？アニメでやっております、まあ、前にもね、紹介したんですよ、ね、ベラフォーマーズと、はい、来ました。え、26日からじゃないのアニメ？あれあれあれ、どうなの？それは、はい、どうなの？そうです、今シーズン始まりますってことですね。前の26日、え、そうなの？あ、1ヶ月前の26ってこと？え、私、録画してるつもりだったのに録画できてない。あ、そうだね、ショック。プラフォーマーズの紹介してもらっていいですか？あれじゃあゴキブリの話でしょ？そうそう、はい、そうです、うん、要はさ、あれだよ、ゴキブリの話だよ。そうそうそう、だいぶ端折ったんですよ。そうそう、人間、ゴキブリ、ゴキブリ人間みたいな話ですよね。人間対ゴキブリの話ですよね。そうさ、火星でゴキブリのさ、ステがさ、本当にリアルなんだよね。ジョージって喋りますからね、あいつらは。ジョージって、いやもうね、このね、世の中でね、一番すごいのはゴキブリなんじゃないかなって思う。そうですよ、そうですよって言った。あいつら死んだふりもするし、死ぬ瞬間なんなら危機を感じた IQ300 になるらしいですからね。勝てるわけないですから、ね、勝てるわけない。300では勝てない。そうよ、勝てないんだよ。そんなゴキブリが人間代になったら、うん、勝てるはずない。だよ、勝てるはずない。もう勝てないよ。でも人間側もさまざまな動物の能力を持ってるんですよ。そう、そうなの？そうなんです。そうなんです。人間も頑張るの？そうなんです。最終的には勝てないって話？それは見てからのお楽しみ。お楽しみ。いや、面白いですよ、テラフォーマーズは。本当に面白い。あ、好きなんですか？テラフォーム好きですね、僕は。なるほど、そうでしょう。はい、そうでしょう。はい、そうでしょう。これで見たことないって言ったら、マジか。いやいや、え、でもじゃあどこかおすすめポイントちょっと一言お願いします。おすすめポイントですか？僕が紹介するんですか？はい、もうこれは好きな人にね、言ってもらうのが一番ですね。やっぱね、こう、人間対ゴキブリなんですけど、うんうん、この生ぬるいこう完全懲悪の話じゃなくて、うんうん、人間同士の間でも、うん、まあ、いろいろこう国同士の争いがあったり、なんかちょっと武士の時代みたいですね。まあ武士の時代みたい、うん、あとまあ結構あれですね、みんな強いからって生き残れるわけじゃないっていう話ですよ。でもね、それは本当そうですよ。強いからといって勝ち進めるわけじゃない。何のスイッチが入ったんですか？すごいね、最近証明されたなって思ったのが、ちょっとね、ボクシングの試合なんですけど、はい、必ずしも強いから勝てるわけじゃないんですよ。やっぱね、いろんなね、あの練習の成果をそこでいかに出せるかとかね、うん、そういうのが全部積み重なって、ね、あの新人王が取れるかどうか。そうそう、新人王決勝11月2日ですのでね、はい、ぜひ後楽園ホール見に来てください。はい、よろしくお願いします。すっとこっちの声入れてきましたけども、はい、そうですね、なかなかに行きますね。滑らかだな。ではでは、はい、今日の休み何してたか。今日の休み、今日休みじゃないですか？何休みしてるの？今ここにいる時点でもう休み、オフではないことだけは確かなんだから、オフではないことだけは確かに。今日何してたか、はい、ね、きっと面白い答えが返ってくる。今日もすごかった。そう、もういろいろありまして、何から話そうかな。起きた時から話していただきましょう。ちぃね、今日ね、ピーマンいっぱいもらった。なんで？なんか一本で来るな。いいよいいよ、話そう。その話、お仕事に行ったら考えてる時間に話そう。それすごいね、ピーマンがいっぱいあって、で、なんかその人がね、自分の、あの彼女さんの知り合いが農家をやってて、あの米袋いっぱいにピーマンをもらったからお裾分けで、うちにピーマンいっぱいある。今ね、ちぃが紙袋いっぱいにピーマン持ってる。あ、じゃあピーマンの肉詰め作ろうね。作ろう、ね、うん、いいね。はい、ありがとうございます。家みたいになりましたけど、ね、ここね、一緒に住んでるんですよ。あ、そうなんですか。あ、そう、はい、だからね、今我が家の話をしてる。普通に家感覚でしたね。ここね、漫画ランド北千住2号店ファミリールームでございます。はい、あのここにいるとね、ファミリーのようなね、うん、こうなんかね、ちょっと後方がね、空間がね、すごく本も読みやすいし、テレビも見れちゃうし、はい、ということで ね、ぜひね、このルームね、利用していただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと聴診器探してたけど、100均にはなかった、うん、あ、そうなんだね、うん、ナース服今度来ますからね。そう、ちょっとね、血まみれになっていただきたいと思いますけども、ね、はい、はい、どうぞ。あの、このピーマンの米袋いっぱいに入ってた話の後に話すことなんてもう何もないですけどね、もうね。
何もない日常に。そうだ、あれですよね、普通に朝起きて、うん、起きてエロ動画見て、エロ動画見て、一回抜いて、一回休憩所お風呂入って、エロ動画見て、エロ動画見て、健全な男子の過ごし方ですね。CPZ オンラインとか、ベイビーピンクとか、それはあれじゃない、きっとエロ動画、エロ動画サイト巡回して、まだ大丈夫ですか？お前らどうしてるんだ？あの美熟女マドンナとかこういうのじゃない、まあまあ、まあそのおっぱいとかジャパン、塾は別に塾で好きじゃない、おっぱいとかジャパンとかこういうのまあ検索して、で髪切りに行って今に至りますね。なるほどね。じゃあ今日髪切りに行ったということ。そうですね、髪切りに行ったんです、はい、簡単に言えば髪切りに、髪切りに、はい、それで帽子で隠しちゃったんですか。そうなんです、あの髪切りに行ったのに、あの帽子で隠すっていうの何のために本番前に行ったのか全くわからない感じ。いやでもおしゃれですよね、可愛いこの帽子。そう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 、あざます。でもお気に入りの帽子、お気に入りの帽子、ここぞという時の帽子、ここぞ、まあここぞという時の帽子ですね。まあこれね、買ってきていただいたということでね、ありがとうございます。じゃあですね、もう一枚ね引いていただこうかな。じゃあこれはちんちゃんが引いて二人が答えるということで、よし、ここ行きましょう。出るかなこれ。はい、何でしょうか。ちんちゃん読んでください。小さい頃ハマってたもの。はい、小さい頃ハマってたもの。あ、健全な質問。優しい。ごめんなさい。優しいのね。はい、何でしょうか。ハードキャプターさくらですね。あー、懐かしい。見てた見てた。あれはね、面白かったよね。いやいやいや、あれだって漫画にもね、漫画から漫画、仲良し。仲良しですね。仲良しから来て、で、あのアニメにもなってね。そうなんですね。そうですね。あ、見てました？僕、まあ見てました、見てました。もう、じゃあ、何ですか？なんですか、ね、じゃあなんですか、じゃあなんですか。カードキャプター桜でないことだけは確かなんですけども、そうですね、小さい頃ハマってた。小さい頃でも仮面ライダーとかあの特撮にすごいハマってました。その自分のえ、ジュレンジャー、あ、違う、ジェットマン、ジェットマン、ライブマンからの世代です。ジェットマンは違う。ジェットマンも一応世代です。ジェットマン誰が好きでした？ジェットマン誰が好きでした？でもブラックが死ぬじゃないですか、最終回で。死ぬ、死ぬ。ブラックが死ぬんですよ、最終回で。ブラック死ぬ。あのレッドとホワイトが結婚するんですから。結婚して、で、もともとそのブラックもカイと付き合ってたんだよ。そう、カイと付き合ってたんだよ。で、別れて、で、あのレッドもあの元カノが死んだから結婚、ホワイトと結婚するんですよ。でも本当はガイはね、ガイはあのホワイトのことずっと好きだったし付き合ってたし両思いだったんだけど、なんか自分が死んじゃうっていうのもあったから、あのお前なんて好きじゃねえよってホワイト振って、でレッドとねうまくいかせて結婚させたの。その結婚をの日に死ぬんです。そう、結婚の日にこう結婚式に向かってる最中になんかひったくりみたいなのがあって、ちょっと待ってちょっと待って、戦って死ぬんじゃないの。ひったくりがあったの、普通に一般の人がひったくりに遭ってたの、一般の人に。でそれをホワイトこう止めたらひったくりに刺されて、でその後病院行けばいいのに、刺されただけだから病院行けばいいのに、そのまま結婚式行って、あの外でねみんなこうチャペルが出てきてわーってなってるところをあのベンチこうベンチからこうニヒルな笑みを浮かべながら気づいて、あ、ガイが来てるって手振って次のシーンでも死んでるっていう。だって来年からやりづらいじゃん、結婚記念日じゃない、結婚式の日命日だよ。散々あんたに、ガイの最後の復讐だろう。最後お前らの結婚記念日は俺の命日だっていうガイの復讐ですよ。まさにトラックですな。そういうことですよ。そんな最中に引きましたよ、休日の過ごし方。またこれもまったりとした質問がね。また過ごし方だけど、どうですか。私本当に本当につまんない女で、つまんない女で、つまんない女で、この美貌がもうつまるから大丈夫です。つまる、うん、隣にいるだけで OK です。そうですね、大丈夫です。なんかずっと寝てます。あ、なんか一日何も予定がないって何していいか分かんない。同じ人いますか。そうですね、寝てるドラマの人だ。布団と友達ですね。そうです、体勢変わりません。あ、わかります。最近メンバー入りして。そうです、メンバー入り、家で並んでるんです、ずっと休みの日、ずっと寝てる。休みの日お互い布団で会話する。出ろっていう、まずその場から出ろっていう。ちょっと出られない、出られないです。これから寒くなってくるから余計ね。そうなんですよ、そこから出られない。ちょっと忙しくて出られない。忙しくてちょっと立て込んでるんでね。立て込んでるね。そうなんか休日の過ごし方、きっと有意義な休日を過ごされてさすがですね。あの僕はだから最初趣味みたいのでも言った通り、割とあのママチャリで結構どこでも行くんですよ。7000円ぐらいのノーギアのママチャリで、あの例えば家から横浜とか、
チャリンコ乗って、家がそもそもどこなの？家が東京都府中市っていうところなんですけども、府中からまあ大体ね、あの60キロぐらいでしょ、感じでチャリンコ乗って、お尻だよ、ママチャリ、あの専用チャリじゃなくて、7000円ぐらい、カインズホームで7000円で売ってた自転車で、いや動けるデブだわ、自転車がかわいそうもう、なんでチャリンコで普通に行きますよ、横浜行って、ね、特に何もするわけでもなく帰ってきます。帰ってくるの嫌じゃないですか、もう。いやもう帰ってくる頃もう朝方ですからね。出発夕方ぐらいに出て朝帰ってくるの朝とかですから。それはやっぱ自転車が好きなんですか、それとも横浜がどうしても見たい。横浜が見たい、まあ、あの自転車で走ってなんかもう何も考えず音楽だけ聴いて走ってるのが好きなんです。でその音楽はやっぱ自分の、やっぱ自分の曲、いや自分大好きみたいになってる自分の曲が。でも割とこう仕事とかあとこう締め切りが近いのにこう横浜まで行くんですか、書き上がらないみたいな時は割と自転車でこうで急に止まって書いたりとかするんですか。急に止まってなんか鼻歌とかで歌ってて、ああじゃあこれ行こうみたいな、ああかっこいい。その例えば横浜まで行った時になんで俺ここまで来ちゃったんだろうって思ったりすることないんですか。帰りは電車で帰るみたいな、帰れば電車で帰りたい気持ちをぐっと抑えてぐっと抑えてやっぱなんで来ちゃったんだろうと思う。もう赤レンガ倉庫とかもう明かり消えてますからね、その頃は。そうですよね、ただの倉庫ですよねただの倉庫ですよ、カップルがいっぱいいる倉庫ですよ、ね、自転車でママチャリでちょっとね邪魔したりとか、邪魔したりしてキキってことだと言わせて邪魔したりしてもう何も言わず自己主張がね、デビューでそんなね邪魔な話をしてたら時間になってきちゃったんですけれども、じゃあそろそろねここで告知なんかをねしていただきたいと思うんですけども、はい、告知がある人、お北条お前か、じゃあお願いします、はい、すいません、僕の所属している劇団、はい、マヌケエンターテインメント企画あやかしの方で、はい、来週月曜日火曜日、新宿のパペラというインドカレーの美味しいレストランで、はい、朗読プラス、楽曲ライブを行います。はい、僕は当日スタッフとしての参加なんですが、はい、もしかしたら、はい、ちょっと出るかもと、ステージに出るかもしれません。で、入場料が1000円と、はい、そのお店の、商品ワンオーダー、まあフードワンオーダーということでございます。ぜひぜひチェックしてください。あとちいちゃん11月にね、あビームさんに、11月2日に、はい、あのキャットイレブンで、はい、ビームさんの新しいフィールドのオープン記念イベントに行きます。皆さん遊びに来てください。はい、遊びに来てください。あ告知あったわ。あったあった。はい、まあ僕ね、あきさんに出てもらった、ね、あのセーブザマザヒロというネットの番組があるんですけども、はい、そちらの方で来月の企画として、はい、輝け第1回俺たちの F1 グランプリという、まあ、F1 の F はふりかけの F なんですけども、はい、あのふりかけのナンバーワンを、はい、俺たちのナンバーワンを決めようという企画なんで、はい、皆さんからちょっとお便りを募集して、はい、あのおすすめのふりかけお気に入りの、のりたましかないですね、やっぱのりたまがやっぱクラシック中のクラシックなんで、それに対抗するもう丸宮以外の会社のものを送ってきてもらうと、なるほどね、いろんなふりかけで対抗して、納豆ふりかけなんてね、そうよく食べてますよね、納豆ふりかけ俺もおすすめですよ、これ。え、今納豆ふりかけ食べてます。納豆ふりかけで一番いい、ね、おかめ納豆ふりかけ、明太子が好きです。明太子が好きですよね。なるほどなるほど。じゃあちょっと告知なんかお願いします。はい、はい、今週の26日に、さっきもあの最初冒頭の方で名前の出た永井沙織さんと一緒に、はい、あのサンデーナイトラバーズというユーストリームの番組やっておりますので、はいはい、多分8時ぐらいからやると思います。はい、ぜひご覧ください。チェックしてください。ということでありがとうございます。ということでですね、本日ね、お二人にねゲストにねお越しいただいて、時間ですか、そろそろ。そうですね、ということで、はい、なんですけども、はい、本日はねこちらのお二人にゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、来週はですね、久しぶりにあのアイドルが、来ますので、ぜひぜひお楽しみにということで、ぜひぜひ来ていただいてもしかしたら衣装なんかもおということで、それじゃあ皆さんまた来週、バイバーイ。